はい、どうもフランクです。ですね、今回ですね、こちらのですね、商品のね、軽い紹介ですかね。ですね、訳あってですね、知らない、人の草野球チームの試合にいきなり、なんて言うんだろう、出されるというか、なんかよくわかんない状況になってしまいました。ってことでですね、まず野球のね、このね、グッズですね、とりあえず買ってきました。野球経験はね、大体6年間ぐらいかな、6年間ぐらい野球やったことありますね。そんな僕野球全力でやってたわけじゃないんであれですけど、野球歴は6年、もうめちゃくちゃ下手くそっす。でですね、もうそれずいぶん前の話なんで、まあ、グローブもないし、スパイクもないし、まあ、ボールもね、全部もう野球用品も全てもう、今ないんですよ。捨てちゃったんで。で、なんか、またなんか草野球チームを、なんか作るとか言ってるような、やつがいまして、で、ね、そいつが、なんか、本当に草野球はなんか真面目にやるそうなんで、とりあえずね、まあ、助っ人としてですね、これからね、野球をまた久々にやっていこうと思います。でまあ、草野球なんで、もちろん軟式みたいですね。これこれ。でとりあえずですね、もう今、野球のもの全部なかったんで、とりあえずはもう、とりあえず、まあ、グローブとかそういうの買っとけばいいかな、みたいなね。で、なんか、野球のね、軟式のボールもなんか昔と違ってね、なんか変わったみたいなんですよ。今回ちょっと練習用のやつ買ったんですけど、なんか MQ っていう、なんか新しいやつ。なんか変わったみたいですよ、だいぶ。なんか、前の軟式の球よりなんかボールが重くなって、硬くなったとかって聞いたことありますね。サイズ若干でかくなったかな、わかんないけど。ね、これ。699円。これ練習用なんでね、普通の試合に使うような、あの公式用のやつだと、なんだろう、公式戦とかに使うようなやつ、多分1個あたり699円ぐらいしましたね、確か。練習用だから2つで安いっすね。それと、とりあえずね、これ、守備用の手袋、安いのね。せっかく新品でね、綺麗なグローブ買ったんで、まあ、手がね、臭くなん、手っていうかグローブが臭くならないようにっていうのが一番の目的ですね。まあ、綺麗に使おうかと。それと、これ、メンテナンス用で、まあ、オレンジ色の、これ、グローブのね、オイル。これ540円。で、こっちが1299円か。で、これ、汚れ落とし用のね、レザーローション、540円。とね、これ、入れ物がね、個人的に何だろう、こういう生地じゃなくて、もう片方の方が良かったんですけどね、なんだろう、布じゃねえな、なんて言うんだろうな、まあいいや。まあでも、こっちの方がね、濡れても大丈夫だし、洗いやすそうなんで、こっちにしましたね。これ、999円。で、これ、グローブね。まあ、どこをやらされるかわからないんで、とりあえずは、オールラウンド用。でいいかなみたいな。なんでオレンジにしたかというと、僕が使ってたグローブがもともと、なんだろう、黒よりなんか紫色っぽいグローブと、あとオレンジのグローブ使ってたんで、また同じようなやつにしようかなと思って、これにしました。これね、結構お値段安い方。まあ、軟式なんでね、安いっすよね。10% オフで、12,636円。今回のお買い上げ。今回のお買い上げは、16,713円。まあこれだけ買って2万円以内に収まっているっていうのは、非常にね、いいですよね。
やっぱ新品だから硬いですね。うん、鼻水が止まんねえ。ちょっとタバコの火を消しますか。で、鼻水を噛む。さて、じゃあちょっとね、見ていきましょうかね。開けて、これどうやって開けるの、開け方がわからない。これか、開いた、よし来た。うん、手袋ちゃん、びっくりした。右手を買ってたらびっくりだよね。 S だとちっちゃいと思ったから、とりあえず M。 あ、すげえ、これはいいかもしれん。ちょっとこのフィット感もあるしね。見てください、この部分ちょっと見えねえか。この部分ね、なんか衝撃を吸収するやつがある。お、これはいい、このお値段で。うん、完璧じゃないですか、これで。よし、ちょっとね、気合入ってきた。お乳のものでね、再び野球ライフを。ほい、練習球ね、ちょっと最近のやつ、どうなったのか見てみようかな、これ。これどうやって開けるんだろう。あっ、うわ、これめんどくせえパターンだわ。なんか開けるもん、これでいいや。これが新しいやつか。デザインがちょっと桜の花びらみたいなね。練習用、ちょっと重いのかな。そんな大きくないかな。うん、ほい、こっちも見ていこう。やろうぞ。お、懐かしい、これは懐かしいぞ。ちょっと、スポンジ付きでね、これ定番、懐かしいな、これ使ってたな、多分同じやつ。デザインは変わっちゃったから、パッケージの。おお、そうそうそう、こんな感じ、これだ、これオレンジ色の、これも懐かしいな、よくやってたな、こういうの。はい、ということでですね、今回はですね、ちょっとしたね、このグッズの紹介、野球グッズの。しかもですよ、なんとですよ、明日ですよ、全く知らない人の草野球チームの試合に助っ人で入るというね、いきなり。もうずっとね、ボールも吹いてなくて、練習もしてないし、野球もやってないのに、いきなりその試合に出されるというね。人数が少なくて、野球の試合ができないと。ってことで、この穴を埋めるというかね、いない部分を埋めるために、僕がですね、なんとですよ、わざわざ助っ人しようかなと。本当はする気なかったんですけど、なんかどうしてもみたいな感じのあれが、推しが強すぎてですね、まあしょうがないということで、まあ出ることになりましたね。まあどこを守るか分かんないですけど、本当ね、いきなりすぎますからね。ちょっとね、誰かとキャッチボールするぐらいしとかないとね、ちょっと、なんか最近の新しいボールのバウンドのこの弾み方も変わってきてみたいなんで、やりにくそうですよね。で、今回助っ人するところは、なんか中学校時代の、友達の、なんだっけ、職場で働いてるパートのおばちゃんの、旦那さん、なんかすごい遠いよね、なんか感じが。全く知らない人のチームで、なんで俺が野球するんだって、いきなりしかも試合に出るっておかしいな、それはちょっと。はい、ということでですね、よくわかんないですけど、とりあえずね、また野球ライフをね、するんじゃないですか。もうここまで勝っちゃったからね、やんないともったいないと。はい、じゃあ以上です。